山口勝弘は日本の前衛芸術家。戦後間もなく造形作家として活動を開始し、その後ビデオメディアを用いた表現へと移行。日本におけるメディアアートの先駆者として知られている。筑波大学名誉教授、神戸芸術工科大学名誉教授。山口勝弘、ドラゴンの継承台北東大芸術館1928年に、 東京府江原郡大井町で生まれた。幼い頃から勉強家で多くの本に囲まれて過ごし、時には難しい哲学書や洋書を読んだりして、周囲の大人を驚かせていたという。特に船や飛行機などに興味を抱き、その構造を研究したり絵に描いたりもしていた。富立第一中学校、現都立日比谷高等学校を卒業後、1945年に、 日本大学工学部予科に入学。その後、文、法の二つの予科を経て、1948年に日本大学法学部法律学科に入学した。芸術に関しては、特に大学等での専門的な教育を受けておらず、学生時代に大学内のサークルで作品を制作したり、学外の美術講習会に参加したりしながら、独学で学んでいった。また、 戦後間もなく GHQ によって設置された CIE 図書館に足しげく通い、そこでモホリナギやジョージ・ケペッシュらの著書を読んで最新の造形思想に触れ、前衛芸術に関する知識と関心を深めていった。そして大学在学中の1948年に開催したグループ展で初めて抽象絵画を発表し、アーティストとしての活動を開始した。 大学卒業後の1951年秋、詩人、滝口修造の下に集まった、北大将造、竹光徹らと共に、インターメディアの活動を目的とするアーティスト集団、実験工房を結成した。新たなテクノロジーを積極的に導入しながら、音楽、美術、文学など、芸術の諸領域の融合を目指す、実験工房の活動は、 まさに当時の芸術表現の最先端を行くもので、山口もその中心メンバーの一人として活躍した。実験工房は、バレエの上演やピアノの演奏会、オートスライドによる映像上映、電子音楽や造形的インスタレーションなど、多角的な活動を展開していったが、山口個人としては、同時期、工学的原理に基づくオリジナルな構造を持った造形作品。 ビトリーヌシリーズを制作している。このビトリーヌは山口の初期の代表作といえるもので、そこには今日のインタラクティブアートにも通じる極めて先進的な思考が反映されている。実験工房の活動は1957年頃には下火となり、山口も自身の新たな表現の方向性を模索するようになっていった。そうした一種の閉塞感が漂う中で、 1961年10月から1962年1月にかけてヨーロッパ及びアメリカへの旅を行っている。その際、特にニューヨークで出会った様々な作品やアーティストとの交流は山口にとって既存の概念をぶち壊す非常に大きな出来事となった。ビトリーヌに別れを告げた山口はその後立体的な彫刻作品の制作を始める。 布張り彫刻と呼ばれる作品では、天井や壁面を用いた環境的な展示方法を考案し、ニューヨーク近代美術館の新しい日本の絵画と彫刻展に選出されるなど、世界的にも高い評価を受けた。1965年以降は、アクリル樹脂を素材とした光の彫刻作品へと移行し、さらなる新境地を切り開いた。そこでは、 新しいテクノロジーの象徴としての新素材が巧みに造形表現に取り入れられ、環境芸術という新たな概念を提示する試みとして注目された。また1968年にはベネチアビエンナーレの日本代表にも選出された。1970年に開催された日本万国博覧会では三井グループ間の総合プロデューサーを務めた。 その手腕はパビリオンの建築計画からマルチメディアコンテンツの演出、鑑賞装置の設計などさまざまな場面において発揮された。同時期、次第にビデオによる芸術表現に注目するようになった山口は、1971年に小林は、工藤、中谷藤子、川中、信広、松本敏夫、萩原作美とアーティスト仲間とともにグループ、 ビデオ広場を結成する。そこでは、ビデオメディアを従来の映像メディアとは異なる社会的なメディアとして捉え、その新たな可能性を展望しながら様々な実験的試みが展開された。これ以降、ビデオメディアを中心とした表現活動を行っていくこととなり、以後数十年にわたって日本のビデオアートの第一人者として活躍した。 またアーティスト活動を行うから、1977年に筑波大学の教授に就任し、芸術専門学群総合造計領域において更新の指導に当たった。映像作品、インスタレーション作品、パフォーマンスなど様々な表現手法を用いてビデオアートの制作を行い、特に海外で精力的に発表を行っていった。また、 1981年に開催された神戸ポートアイランド博覧会でテーマ館顧問を務めるなど社会的な活動にも積極的に関わった。1982年にはメディアによる芸術活動を組織化することを目的としグループ r ルジュニを結成若手のアーティスト活動を支援した。また、1989年に始まったテクノロジーアートの祭典 名古屋国際ビエンナーレアーテックでは、ディレクターの一人として参加し、フェスティバル運営の中心的な役割を果たした。1992年3月に、筑波大学を定年退官後、神戸芸術工科大学に移り、視覚情報デザイン学科で引き続き更新の指導に当たることとなった。また、淡路島芸術村計画の構想を立ち上げ、同年10月に、 兵庫県一宮町で第一回世界環境芸術会議を開催した。そして1994年にその中核となる施設、淡路島山勝工場が完成し、自身の作品制作及び生活の新たな拠点とした。制作については引き続き精力的に活動を行い、国内外の個展、作品展で発表を行った。2001年に突然の病に襲われ、 その後遺症により、不自由な体となり、第一線の活動から退くことを余儀なくされた。しかし病後も、創作意欲が止まることはなく、構想と手書きのドローイングを中心とした、新たな表現活動を行うようになった。2006年には、メディアアートの先駆者、山口勝弘展、実験工房からテアトリーヌまで、が開催され、アーティストとしての存在感を、 改めて印象づけた。この頃は展示規模の大小を問わず、意欲的に作品発表を行うとともに、国際的な芸術文化の祭典、神戸ビエンナーレの組織委員を務め、初回には招待作家としてインスタレーション作品の発表を行った。2011年3月11日に発生した東日本大震災では、その惨状に心を痛め、 犠牲者への鎮魂の思いを込めた32点の絵画作品、三陸レクイエムを制作。国内外で発表を行った。一方、美術界では戦後日本の前衛芸術を再評価する機運が高まり、2013年から2014年にかけて山口がかつて在籍した実験工房の活動を紹介する大規模な巡回展。 実験工房展戦後芸術を切り開くが開催された。2018年5月2日、敗血症のため死去、90歳没。筑波大学、神戸芸術工科大学で22年間にわたって教弁を取り、多くの学生たちを育てた。特に、筑波時代の教え子からは、岩井年を名和電機など多くの著名なメディアアーティストが誕生している。 作品制作と並行して1950年代からアートとテクノロジーについての研究、評論活動を行い、膨大な数の記事や論文を発表している。また、これまで1 0冊の著書を出版している。2000年には電子的環境に包まれた今日社会の環境を見つめ直し、専門文化された芸術、デザインの領域を 総合的な視点で再検討することを目標に掲げ、自らが発起人となって環境芸術学会を設立、初代会長を務めた。ありがとうございます。